知り合いにね、まあ、後輩かなにたまたま会うタイミングがあって、一応この YouTube を見てくれてると、もちろんその僕としか知り合いじゃないんだけど、なんかたまたまあの都内の電車で山ちゃんを見かけましたと。絶対山ちゃんだったって言ってて、なんかどんなだったって言ったら、なんかめっちゃ海外の人っぽい人と英語で話してたみたいな、でなんかフランス語で話したりもしてたみたいな、で、あ、じゃあ山ちゃんかも確かにと思って、そうかもしれないね、だったらって言ったら、なんかでもすごいですね、やっぱオーラがすごくてなんか私そのかけさんの後輩なんですって言おうと思ったんですけど、オーラがすごくて言えませんでしたって言ってた。絶対俺じゃない。自分で言うんかい。そんな自分で言っちゃうかわけがないし。いやいや言ってたよ。でも俺だってそんな記憶がないもん、まず電車の中で海外の人と喋ったみたいな。じゃあ山ちゃんじゃなかったってこと？それは違うのか。山ちゃんに見間違えるし、フランス語喋ってたら絶対山ちゃん。絶対山ちゃんだと思うよ。そんなに当てはまるの山ちゃんしかいないから。そんなことないよ最近。俺でも山ちゃんと思う。フランス語と英語で喋って、いやいや、でも俺多分違うな、それ。じゃあ見間違いだったのかな。マジか。そういう人いるんじゃない。そんなことある。そんな偶然っていうか、俺に似てて英語とフランス語喋ってオーラが出てる人がいるんだね。そうね。その話聞いた時には、あ、山ちゃんってやっぱなんかね、俺らといる時はあんまり山ちゃんはそういう感じ出さないけど、普段は結構オーラ出してるのかなって言って、そうなのかもしれないねっていう話をしてる。俺らの見てないところでめちゃくちゃなんか出してんのかな、オーラみたいな。いや、どうやって出すのか教えてくれよ。いや、オーラ出してるのかもなと思って。ほんでバカにしてるしな、ね、いや、してないよ。してる人やから。してないよ。そんなだ出せるもんなの、そういうオーラ。オーラって何なの、なんか迫力みたいな。なのかな。何なんだろうね、確かにね。やっぱ山ちゃんクラスにならん出ないっていう説ある。バカにし始めてるよね、これもうね。ちょっと今がバカにしてる。バカにしてる階段がやっぱり始めた。俺バカにしてる。してない、してない、してない。こいつは最初からバカにしてるもんじゃ。してないよ。だってこれ実話だもん。これは、これは俺が後輩から聞いた本当の話だから。いや、まあそうだけど。ガチで山ちゃんってオーラ出てるんだと思ったの、その時、マジで。出てるわけないでしょ。いや、わかんないよ。面白い。